昨年日本一になったのに主力がなんと7人も抜けてしまったクラブチームがあった。というわけで本日はですね、岡山県の、昭和コーポレーションさん、そうですね、昨年クラブ日本一になったチームですね、監督は亀澤さん、おはようございます優勝しても関わらず、戦力をどんどん補強し、今年は元 NPB 選手3人入れてるという、日本選手権都市対抗出場を見据えてる、今一番勢いに乗ってるチーム。ということで、新加入の NPB トリオをまずはご紹介いたします。はじめはマックス154キロ、元楽天イーグルス福森投手。そのセネームなんすか、はい、セネーム正解って言われた確かに福森なんで、そうですね、はい、遠投ってよくされるんですか。僕遠投好きです。好きっていうか、なんか投げる筋トレみたいな。ああ、もうずっとシーズン中もやるんですか。それも結構重い振り上げたりするんで、はい、投げるのも思いっきり振って、はい、最大出力じゃないですか、はい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 、出ないとかマウンドとかも出ないから最大出力を上げていく、体に覚えてるじゃないですか。なるほど。それで球速もなんか始まったかなと思うんで。どれぐらい上がったんですか。高校から大学で13キロですね。はい、遠投で。遠投と筋トレですうわさらに同じく楽天の引き地投手。そして甲子園での活躍を覚えている人も多いでしょう。巨人楽天でプレーした高田芳生投手。強力すぎる元 NPB の3投手が加入。しかしここで疑問が。昨年クラブ選手権を優勝しながらなぜここまでの補強をしたのか。経営ってお金かかるじゃないですか、はい、支援していただいてることを勝って恩返しすることしか現状はやっぱプロ野球じゃないできないんで、勝つって考えるとそうせざるを得ない。ただまあ選手にもそれは伝えてますし、逆に言うとその好きだけじゃ野球はうちではやれない、他のクラブではやれるかもしれないです、はいはいはい、ただうちは勝たないといけないっていう重圧の中で基本的にはやらしてるので。なるほど。本来はしたくないですよ。あ、もちろんしたくないし、僕も人間なんで、はい、ただやっぱりそうせざるを得ない状況っていうのがまだうちにはあるという現状が今のチーム現状なんで。なるほど。そう話す亀澤監督ですが、実際昨年から投げていた投手たちはどう思っているんでしょうか。主戦として活躍していた中村投手にお話を聞いてみました。去年より激しい競争は来てまだ1ヶ月も経ってないんですけど、はい、練習の中でも出てるので、自分としてはまあライバル増えたんですけど、全体的にはレベルアップにつながっていいと思ってます。なるほど、はい、ぶっちゃけふざけんじゃねえぞと。いや、俺がいるじゃねえかっていうとこも。ああ、そうですね、それはちょっと思ったことはありますけどまあ自分がまあレベルアップして出場でまだ投げたいと思っているので、はい、そこに負けないように日々練習してます。なるほど、いい刺激に。そうですね、なってます。なるほど。思うところはありつつも、チーム個人のレベルアップのために前向きに考えている、そんな中村投手のブルペンをご覧ください。まっすぐ行くわ。はい、動いた。ナイスボール。オッケー。
中村投手、今年もエースとしてマウンドに立つべく投げ込んでおりました、はい、さあ続いては今後 NPB 入りを狙えるであろう野手陣を紹介します。ピッチャーも48が、はい、そうっすよね、これ多分チャンスあるんですよ。足も6秒フラットと5秒9ぐらい、あ、そうなんですか、はい、多分かかるんじゃないかなと思ってます、あの来年。そう、亀澤監督が太鼓判を押すのが期待のルーキー堀選手、うん、球の勢いすごいですね。いや、まだやっぱ寒いんであまり調子は上がってきてはないんですけど。なるほどなるほど。遠投でいうと大体どれくらい投げられるんですか。20いくかいかないかとか。でも上に投げちゃうとあんま投げれないんで、基本ライナーの方が体は使いやすいかなっていう。さらにもう一人 NPB 入りを狙える選手が、キャッチャーが2年目なんで、あいつが今年どうにかして育成でもぶち込めたらなっていう。あ、なるほどなるほど。キャッチャーの江口選手、高校時代は巨人大勢選手の1学年後輩で自主トレのお手伝いもしたとのこと。そんな江口選手、不思議な縁で昭和コーポレーションにやってきたそうで、高校大学試合出てなかったんです。はい。で、なんでここにいるんですか。大学の時のシートノック、はい、試合前、はい、で亀澤さんが昭和コーポレーション初めて監督さんされた時に、はい、たまたまその試合が僕の大学やって、はい、シートノック1球しか投げてないんですけど、はい、それで、まあ、取っていいなってなって、スーパー縁ですね。亀澤監督を惚れさせた肩、注目してご覧ください。おお、わー、肩強いわ。さらにこんな経歴の選手も、大学を途中で辞めてきたんですけど、ほう、その時に亀澤さんにちょうど練習会参加させてもらって、はいはいはい、拾ってもらいました。へえ、上の世界に行ったのに、はい、しました。学生で野球やるよりは大人に混じってやった方がいいだろうと。はあ、い、さまざまな経歴経緯を持つ選手が在籍するのがクラブチーム、シビアさの中にそれぞれのストーリーがありました。さあ続いてはノック。クラブ選手権日本一のチームのノックとは一体どんなレベルなのか。ノー、はい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 、やばい人いる。続いては内野手。おらえおらえおらえ。おっしゃ。おらえ引け。はい、攻撃。頼むわ。よっしゃ。はい、攻撃。一発で。おらえおらえおらえ。はい、渡辺、はい、はい、投げナイス。おいキャノンだ。ナイス。
いい声。限りなく、まあ、企業チームっぽいんですけど、クラブチームというポジショニングで選手たちちょっとギャップ感じたりしないですか？それはもう入る前に伝えてますし、うまくないよと。なるほど。じゃあクラブ登録だけれども、はい、あくまでも NPB に配出することも夢でもあるし、都市対抗に行くっていうところも第一目標でもあるので、遊びじゃないよっていうのは、うん、あの彼らにはもう入る前から伝えてるので、そういう思いを持って全員社員なんで、ああやっぱり会社から給料もらってるっていうところの大事さっていうのも分からないといけない、うん、企業の人は絶対分かってると思うんですよ、はいはい。まあ、まだ完成したチームじゃないという。全然完成しないです、はい、まだ目標もまだ1個だけですもんね、達成したのは。そうですね、はい、そうですね。都市対抗今年は行きます、はい。明日は新加入 NPB トリオに徳さん TV が挑む。ガチ対決で徳さん史上最長飛距離飛び出た。